つよつよエンジニア社長の菅沢です。エンジニア兼タレントの池澤彩香です。アプリ開発者って世界中にいると思うんですけど、はい、何人ぐらいいると思うんです？どれぐらいいるんだろう。全然考えたことなかったんですけど、アプリのリリース本数が確か10万本とかじゃなかったでしたっけ？いや、もう10万じゃ聞かないですね。1000万本ぐらいあって、まあ、1000万人ぐらい。1000万人いる今日はその中でも最高齢というか、ほとんどいないんじゃないかってい もうキャラクターですねの方のちょっとお話を聞けると、先週に引き続きですね呼んでますので、ぜひ楽しみにしてくださいということで、今日もよろしくお願いします。本日のゲストは世界最高齢の iPhone アプリ開発者若宮雅子さんを先週に引き続きお呼びしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。開発の大変だったところの話ももっと聞きたいんですけど、最初分かんないことだらけじゃないですか。分かんないことだらけです。法文があってとか、なんかそういうのもあってとか、そう一個一個なんか習得してったんですか？一行一行っていうか、一つの塊にはわかるんですね。もしもこれが本当の七草の野菜だったら、こうして、うん、でその時はこういう音を鳴らしてこうしなさいっていうようなことを作るのは、ね、できるんですよね。ただそれを全体を構成みたいにやって、それで前置きとか構築していかなきゃいけなく、お家を作る時だって部品はこうね、窓はこういう風にやって、屋根はこういう風にだけど、それを全体を組み立てていくっていうのは、ここのとこはやっぱり力量がいるんだなと思いました。でもそこを乗り越えたんですか？いや、だから聞いて決まってきました。その期間ってのはどれぐらいですか？始まってからできたと思って、ね、ひなたの場合はね、比較的6ヶ月ぐらいかかったんでしょうかね。今もそうなんですけど、いろんな勉強教えてあげてたり、本を書いたり、講演会があったり、いろいろやってるもんですから、使える時間がすごく少ないんですね。実際にプログラミングしてた時間っていうのは、そんなにないかもわかんないです。それと部品を考えるのがやっぱり大変なんですよね。部品、例えば効果音とか BGM みたいなものとか、おひな様のアイコンを作ると、あの元用絵の上手な方にお願いして書いていただいたりとか。そうだからプロデュースもやってますよね。プログラムを書くだけじゃできないんですね、 iPhone アプリは。だからコーディングができるから iPhone アプリ作れるってわけじゃないですよね。ゲームなんかの場合は、まずストーリーがあって、どういう構成にしようかとか、一つのものを作る、映画を作ったりなんか、そのと同じで、特にアプリなんてそういう要素は強いですね。次作るアプリなんかも開発されてたりするんですか？作っててもうすぐできそうなのが七草っていうアプリ。もうできそう。七草がゆ七草がゆですから、せっかくなら七草がゆが1月の7日なんですよね。だから年内に皆さんにご紹介して、皆さんで七草がゆを食べていただければと思います。どんなアプリなんですか？いろんな野菜があって、その中でこれが七草に普通入れてるものか、それとも入れてないものかっていうのを見分けるって言ったのアプリなんですけども、それよりも例えば私はこういうところの田のあぜにこう生えてたものだとか、それから私はベータカロチンとなんとかがこれで栄養に富んでるとか、おひたしとか漬物にすると美味しいとか、そういうのをこう次々ヒントを出していくような、ゲームとして遊んでいただくだけではなくて、そういう葉物野菜をしていただきたい。別に早くやったから偉いっていうんじゃなくて、だけどこう混ぜこべになっててね、セリは七草がゆに入ってるんですけど、ミツバとか似たようなのたくさんあって、そういうのはこう始まりはどうだったんですか？さっきは私たちのアプリ作ってよみたいなことで始まったって話ですけど、今回はどうだったんですか？もっとこれから年寄り向けのアプリが増えると思って、皆さんにもぜひ作ってくださいってお願いして、せっかくスマートフォン買ったら楽しく遊べるものがいっぱいあった方がいいんじゃないかしら。今もう作ってる日々っていうのは忙しくもあるし楽しくもあるっていう、そういう感じですか？そうですね。七草を出してからまた次も作り続けるというか、今度のね、七草はね、はい、サウンドも自分で作ったんですね。譜面起こしをして譜面から起こして七草さ、なすな、トントンの鳥があってトン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 ってやる昔からの歌があるんですよね。楽しいリズムに乗って飛んでいただくということを考えて。今どれぐらいできてるんですか？一応ビルトまで終わってるんです。ただ中身はね、まだ直すとこいっぱいあって、とりあえず完全なものにしないうちにアプリに送るんですよね。そうすると自分が思ってたと以外にも、ここはこういうふうに直してほしいとか注文が来ますよね。だから早めに上げる方がいいと思って、とりあえず枝がなければ上げちゃって、それであとはまた修正版をすぐ後で出せばいいと思って。修正依頼って結構来るんですか？アップルは結構見るんですよ。それはセキュリティがダメだとかもそうだし、こういう表現はダメだし、ここがこう分かりにくいみたいな
とか UI ガイドラインに沿ってないとかいろいろ来るので、確かに一発出してもどうせダメな時は早めに出しておいてフィードバックもらいながらまた進めていくという完全にプロの性格。今後はアップルの指示とか自分がもうちょっとこうしたらいいみたいなところをどんどんリファクタリングしていくフェーズみたいな、うん、どんどんこう直してこの辺かっていうところで出すっていう、うん、まあ、1月7日にでも間に合うかちょっとドキドキです。結構アップルはクリスマスの時期2週間ぐらいバシッと休む審査を日本からするとそんなに休むのみたいな健康にやっぱりいいアプリだからアップルの方のね健康を損ねるのは良くないから健康を大事にちゃんとね休んでいただいて それまでに開発を進めるとそうですねでアップルの方にもそのアプリ使ってもらって七草をこう広めていけるといいですね。他にも作ってみたいアプリとかっていうのもいろいろあるんですか？今のところはなかなか。それ以外アプリ以外にもなんかものづくりとかっていうのも。そうです、今あのこれ着てるご覧いただけますとか、はいはい、これも私がエクセルのセルで作ったものでして、ちょうどクリスマスが近いから。あれですよね、若宮さんはエクセルで柄を作るのがとてもうまくてすごい服はびっくりしましたけど、うちわとか、ね、いろんなものをデザインされてるんですよね。エクセルってもあのエクセルはあの数字打つやつですよ。服は作らないんですけど、エクセルにはこういろんなあの数字とか文字を入れると集めが、はいはい、あそこは色は塗れるっていうことは皆さんご存知なんですけど、色をグラデーションにしたり斜め縞とかですから、こういう風な形で青と赤、まあ、おしゃれな柄ですよね。あとクリスマスツリーの柄が交互に描かれていてすごくおしゃれなんですけど、まさかこれエクセルで作ったとは誰も思わないそれエクセルで作ってシャツを作ってくれるところがあるんですか？あ今ね布地印刷技術がすごく進歩してて、ネットで柄を決めて、それでこれは夏のものの薄地でとか冬物の厚地でとか生地を指定しますと、1メートル2000円とか3000円でプリントしたものをまた送り返してくださるという。じゃあ布をまたそこから自分で仕立てる、おはどこかに、これはねお友達と日本の上手な人にお願いして作っていただきました。プログラミングにとどまらず本当にものづくりがお好きなんですね。そこがやっぱり本当に根本にある気がしますね。世界中でこんなことを、バカなことやってる人は私しかいないんですってまさかね着てる洋服がエクセルでできてるとは思いませんでした、うん、それいつぐらいからやってるんですか？10年ぐらい前からやってたんじゃないでしょうか、うん、時間が来たので、あの後半ですね、アップの社長に会ったよとか、最近こう政府の取り組みなんかをやってるよみたいな話もちょっとひな壇を出して、その後どうなったのか、本も出されたということで、いろいろ聞きたいなと思います、はい。つよつよチャンネルでは全国のエンジニアの皆さんの役に立つ動画をどんどんアップしていきます。チャンネル登録お願いします。